どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA、JAL、マリオットに関してですね、今回ねちょっと細かい話ということで、動画ね1本作るにはちょっとね足りないよっていうね細かい話をまとめてね紹介ねしていきたいなと思います。まあ今回の話もですね、まあ知っといて損はないかななんていうふうに思いますので、気になる方はぜひねチェックしていただければなと思います。ということで本題に入っていきたいなと思うんですけども、まずですね ANA なんですけども、成田空港の Z カウンターありますよね。私もね ANA のダイヤ持ってて、まだね利用したことないこちらの ANA の Z カウンターなんですけども、こちらねなんと再開しているそうなんですね。私が最後に利用した9月とかはね、まだね閉鎖されていたわけなんですけども、今ねもう成田空港の Z カウンターはね開いているっていう風になりますんで、 ANA のねダイヤモンドを持っている方はですね、ぜひね成田空港ね、まあちょっと遠いですけども利用ね検討してみていただければなと思います。で次にですね、 ANA は12月の22日にこちらをね発表いたしました。ANA の乗り継ぎ運賃 ANA バリュートランジットリニューアルいたしますということで、現状のですね ANA バリュートランジットありますよね、こちらはですねリニューアルされるっていうことが発表されました。こちらね運賃自体は2023年の3月よりですねバリュートランジット運賃っていうのが、今現行はねこういった形でバリュートランジットとバリュートランジット7、バリュートランジット28っていうね3種類からね構成されているわけなんですけども、こちらが2023年の3月よりですね ANA バリュートランジットから ANA スーパーバリュートランジット75まで、全部で9種類のね運賃に変更になるっていうことが発表されたんですよね。 ANA バリュートランジットといえばですね、 ANA の修行とかでね利用されてた方かなりいらっしゃるのではないのかななんていうふうに思うんですけども、こちらがですねリニューアルされるということで、こちらがですね2023年の3月からですかね導入されるっていった形になります。またですね今現在この ANA バリュートランジットっていうのは2ヶ月前から購入することができる運賃設定っていうふうになってたわけなんですけども、こちらもね変更になりまして、運賃ダイヤがね確定しますよね。その時にまあ購入がねできるようになるっていう風になりますので、今までとは違ってまあダイヤ確定した時にね購入できるっていう風になりますので、他の運賃とね同じ日に発売されるっていった形になります。またこの ANA バリュートランジットね乗り継ぐ便が拡充されるっていう風になりまして、現在はですね接続できる便っていうのは最小のね時間の便が設定されるっていう風になりまして、1便しかね選択肢がなかったわけなんですけども、今後はですねこういった形で3便までね拡大するっていう風になりますんで、まあご自身のね都合のいいこのね便に接続できるのが、まあ、選択できるようになるっていう感じですかね。まあこの乗り継いだところでですねちょっと時間を使いたいとかね、まあできるだけ短く行きたい、まあそれ人それぞれねお好みがあると思うんですけども、まあこういった感じでね自己自身でカスタマイズができるようになるっていう風になりますんで、まあ便利にね利用できそうでいいですよね。まあこういった感じで ANA バリュートランジットね新運賃にリニューアルされるっていう風になりますんで、この点はね覚えておいてください。来年以降のね修行とかどうなるんでしょうね。この ANA バリュートランジットって聞くと、もう私はね修行でめちゃくちゃ使ってたんで、はい、すごいね修行の印象があるんですけども、今ねプレミアムポイント2倍キャンペーンとか行われておりますけども、来年以降どうなるんですかね。まあ、航空券ね値段上がってきていますので、来年以降のね修行とかめちゃくちゃ大変になりそうですよね。まあこういった感じでね発表がありました。で詳しい運賃設定とかね詳細についてはまだね発表がされておりませんので、2023年の1月17日の発行のプレスリリースで発表されるみたいなんで、まあこちらもね興味がある方はぜひねチェックしていただければなと思います。それでは次に JAL ですね。こちらがね発表されまして、エンブラエル190-170機内サービスの無料インターネット開始ということで、こちらね2022年12月26日この動画が出てるのが24日なので、あさってですね、あさってからエンブラエル190-170の機内サービスで無料 Wi-Fi サービスがね開始になります。これはねかなりの朗報ですね。今回発表されたのはですね、この J エアっていう風になりますんで、路線図はね、まあこういった形になっておりまして、まあ羽田から行くと、羽田三沢、
山形、宮崎、まあ伊丹からと結構飛んでますね。女満別とか結構長距離路線も運行されているみたいなんですけども、まあ、ここら辺でね使用されているこのエンブライブ190、170っていうのでですね、無料 Wi-Fi がね開始になりますっていう風になりますんで、利用されている方ね、またこれから年末年始でね利用される方結構いらっしゃると思うんですけども、覚えておいていただければなと思います。もちろんね機材等々でもしかしたら利用できなかったりもするかもしれないので、ちょっとねここら辺はねちょっと当たり外れもしかしたらまだあるかもしれないんですけども、一応ね発表されましたので覚えておいていただければなと思います。またね JAL の Twitter で発表されましたけども、今現在ね12月20日より航空会社含み全路線でスカイタイム桃ぶどうが提供見合わせということで、こういうのもね発表されておりますので、ちょっとね楽しみにされた方もいらっしゃると思うんですけども、しばらくね利用することができないそうなので覚えておいてください。で次にですね、燃油サーチャージですね。ちょっとね楽しみにしてて、次のね2月1日からの燃油サーチャージね下がるのではないのかっていう風にねちょっと思ってたわけなんですけども、残念ながらですね ANA、JAL ともに燃油サーチャージね据え置きっていう風になりますんで、燃油サーチャージね変わりませんということなんで、東京からね欧米路線行く場合は ANA の場合は片道から4万9000円かかるっていう風になりますんで、まあ、往復するとですねだいたい10万円近くねかかってくるっていった形になります。で JAL の方はですね、 JAL も据え置きで4万7000円東京から欧米路線ねかかるっていう風になりますんで、往復するとね10万円ぐらいねかかってくるっていう風になりますんで、いやー燃油サーチャージねもしかしたらもう一段階下がるんじゃないかなんていう風に思っていたわけなんですけども、いやーこちらはね残念ですね。本当に今ね燃油サーチャージが高くて、 ANA マイルで ANA の発券、 JAL マイルで JAL の発券って余計にねお金がかかってしまいますんで、ちょっとね利用しづらい部分があるんで、早く下がらないかななんていう風に思ってたんですけども、残念ながらね据え置きっていう風になりますんで、この点はね覚えておいてください。この燃油サーチャージの運賃が続くのが2月1日から3月31日までなんで、今とね燃油サーチャージ変わらないので、12月1日から3月31日までの購入分に関してはこの燃油サーチャージがね適用されるっていう風になります。次ね変更されるのが4月1日購入分からなんですけども、大体多分2月ぐらいね発表があると思いますので、まあ、そちらもね発表ありましたらどこかのドラマ動画でね言いたいと思いますので、そちらもねぜひチェックしていただければなと思います。本当にね早くね下がってくれることをね祈るばかりですね。それでは次にマリオットボンボイホテルですね。国内の話になるわけなんですけども、残念ながらですね北海道のウェスティンホテルルスツ、こちらはですねエグゼクティブクラブラウンジの運用がですね変更されているっていうねことが、ツイッターでね、教えていただきました。変更点としてはですね、こちら今回ね解約になりますかね、はい、営業時間が今までは10時から夜の22時だったんですけども、夜の8時半から、夜の10時ということで1時間半だけですかね、はい、かなり減りますね。今まで10時から10時までやってたのが夜の8時から夜の10時までかなり短くなりますね。また内容はですね、今まではね軽食等々はねサービスされてたみたいなんですけども、アルコールを含むドリンク類のみということで、もうお酒とソフトドリンクのみのね提供に変更になるということで、しかもこの変更はですね12月の22日一昨日から運用開始っていう風になりますんで、もしね今のタイミングで行かれてる方はですね、おそらく変わってるかななんていう風に思いますので、こちらねホテルにね確認された方の情報っていう風になりますんで、まあおそらくね間違ってはないと思うんですけども、もしね実際に行かれて違かったよみたいな感じでねありましたらコメントでね教えていただければなと思うんですけども、まあ今までね朝の10時から空いてて、しかもそれがね夜の10時まで利用できてたクラブラウンジが夜の8時半から夜の10時まで、しかも軽食一切なしということなんで、これはねかなりの変更ですね。まあ今ねマリオットボンボイのねステータス会員の方ねかなり増えておりますので、まあ、それもちょっとねあるのかななんていうふうに思うんですけども、これはねちょっと残念な変更ですね。おそらくね今ねウェスティンルッツのブログとかね検索するとですね、多分軽食があるね前のクラブラウンジの運用のね情報が出てくると思いますので、まあ、利用される予定のある方はですね一応ホテルね
確認取るのがね一番だと思うんですけども、まあ、こういった対応に変わっているってことは頭入れといていただければなと思います。ということで今回ですね ANA JAL マリオットのねちょっと細かい話をまとめてね紹介させていただきました。ちょっとねこういった動画もなんていうんですかね一本の動画にするのはね非常に難しい部分があるんですけども、こういう動画もねちょっと今後増やしていきたいなというふうに思います。ちょっとね発信はしたいんだけど一本の動画にならないってなると、まあ私の動画のチャンネルね見られている方で、まあ知らないとね一応コミュニティ欄とかでね発信していることも多いんですけども、まあそれもね見られないとあんまり意味がないので、まあこういったね細かい話のまとめた話もね今後やっていきたいななんていうふうに思いますので、まあ気になる方はぜひねチェックしといていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。